あとね、楽しすぎてうんこ漏らした。でもうんこ漏らしたその日はあえてあの丸とかにも言わんかった。内緒でした。うんこ漏らしたって言うとなんかちょっとあれかなと思って。ちょっと下がる気持ちがね。うん、だけあの終わってタイに戻って実はあの時うんこを漏らしとったっていう話をした。後日談でした。後日談でした。実は2日目、トゥモローランド3日行ったっちゃけど2日目の夜に俺うんこ楽しすぎて。最近チャンネル登録。